こんにちは。365日レトルトカレーを食べ続けるおっさんシーズン2です。今日食べるカレーはコスモ直火焼きビーフカレー中辛です。このカレーコスモっていうのは、このカレーがコスモ食品さんが販売しているカレーということで、直火焼きについては、直火焼きで丹念に焼き上げたカレールーを使用しましたと、他では味わえない深いコクと美味しさをお楽しみくださいとパッケージにはあります。確かに珍しいですね。直火焼きルーという歌い方で、それを押し出してる レトルトカレーはこれが多分、初めてだと思います。直火焼きによって、一体どんな味わいになってるのか、それでは早速食べてみたいと思います。コスモ直火焼きビーフカレー中辛です。見た目はとてもとろみのありそうなカレーです。ではいただきます。直火焼きのルーということで、どんな味わいか注目していたんですけど、確かにこれはコク深く感じます。牛肉、ビーフはちょっと量が少なめです。このカレーを購入した店頭では辛口という表示のものがなかったんで中辛にしたんですけど、もし辛口があるようだったらもっと美味しく感じたのかもしれません。この中辛は少し辛みが足りないかなという気がします。カレーソースはなかなか美味しいと思います。ごちそうさまでした。美味しかったです。辛さが少し辛みが足りないのと、具材のビーフには、ちょっと不満が残るんですけど、カレーのソースはちょっと口で説明するのは難しいんですけど、大変満足しました。美味しかったです。今度店頭でこのコスモ食品さんのビーフカレー、もし辛口があるようだったらぜひ一度食べてみたいなと思いました。それでは今日のこのカレーの採点と現在のランキングをご覧ください。さよなら。このランキングは4つの項目、味わい深さ、具材、程よい辛さ、コスパ、それぞれの得点の合計で順位をつけています。
ゆうゆうクラブ TV チャンネル登録お願いします。